よし。よし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 。本日はスタバ新作ということで、クリスマスストロベリーホイップ。なんや。ちょっと、とりあえず飲むわ。いただきまーす。乾杯。あー、めっちゃいちご。めっちゃ甘いねんけど、でもめっちゃ美味しい。これが上が。うん。あ、なるほどね。上がそのチーズっぽいから、混ざって美味しいんや。うん。甘美味しい。あのさ、聞いてくれる？めっちゃ今汗かいてね。てか、まず半袖なんもおかしいやん。今な、日にちで言うと11月3日 ?2 日 ?3 日やねんか。やのに半袖やねん。おかしいやん。今上着ってかちょっと軽く羽織って、外出て歩いてたら、汗かいちゃってさ、もう半袖じゃないと無理やと思って、ケーキ買ってきました。そして、甘いもんがどうしても、食べたいってなって、急遽ちょっと、スタバに駆け込んだ感じやってんけど、はい、いただきます。でもこれが甘いから、そんなケーキいらんくなってきた。よし、そんな言ったか。じゃあ、どうしようかな。モンブランから行こう。見て、このビジュアル、最高じゃない。見えますか？じゃあうまそう。うまい。あ、っていうかこれは新作じゃないね。このモンブランとパンプキンバスクチーズケーキは、言うたら秋のやつやねんけど、食べれてなくてまだ。すごい中が、めっちゃいろんなの入ってる。いただきます。甘い。今3連休入って、この3連休中歯医者行くぐらいで予定、遊びに行ったりとかないから、今日はもう贅沢に。スイーツパラダイスをしようと思って、甘っ。次にパンプキンバスクチーズケーキ、美味しそうだね。あとチーズケーキ大好きやから、でかぼちゃも大好きやから、絶対うまいやん。いただきます。あ、なるほどな。あ、ちょっと違う方のチーズケーキやったあ、なるほどな。コーヒーを入れてまいりました。何のためのスタバやねん。あー、やっぱ楽しいねんか。スタバで、スタバに限らずスイーツ買って食べる時間がな、この33歳独身女の楽しみなんよこのスイーツを買って食べるっていうのが。果肉が入ってる、めっちゃ美味しい。甘いのが苦手な人はちょっとやめた方がいいかもな。苦手なチーズケーキを、かぼちゃが入るとチーズケーキってあかんねんな。あ、でも食べてたら美味しいなってきた。てか私な、髪の毛をな、あの前髪をな、こう分けたんよ。今までずっとこう切っててさ、前髪がないとさ、私ここが長いのもすごい嫌やったし、なんていうの、こののぺーっとする感じがして、芋臭い感じがして、私が前髪こう分けてると。だからその芋臭さをなくすために前髪切っててんけど、なんならその前髪ある時の写真見た方が芋臭くて、これな、私な、似合わへんと思ってんけどな、案外好評でして、似合ってるって言ってもらえて、お世辞でも嬉しいね。お世辞やとしても、お世辞やと受け取ってないから、私本気やと思うからな。みんなどんどん言ってな、あのお世辞でも本気に受け取るから。みんなな、私のことを好いてな、見てくれてるわけやん、 YouTube をな。でみんな可愛い可愛い言ってくれるわけよ。その環境があるってすごいことやんか。私が普通に YouTube してなくて普通に生活してたら、可愛い可愛いって言ってもらうとこなんてないわけやんか。普通に仕事とかしててな、でも言ってくれるみんながいるやんか。それってな、ほんまな、もうありがたすぎて、その環境があることが、あ、やっぱな、私の人生の中でな、もう宝物すぎるんよ。でな、私はな、みんなにな、めっちゃ幸せをもらってるわけやん。で、私もな、みんなに幸せをな、届けたいね。みんなを幸せにしたいって思うね。なんかみんなを幸せにしたいって言ったら、すごいキザっぽいっていうか、なんていうの？言うたらさ、発信者、視聴者のみんなで言って、彼氏彼女っていうわけじゃないやんか。だからそういう恋愛の上での幸せにしたいじゃなくて、この未来チャンネルの中でのパートナーとして
みんなを幸せにしたいっていうか、未来チャンネルを続けた瞬間、幸せってなる空間でありたいわけよ。でも私はみんなを幸せにする自信はあるんよ。もちろんな、それはな、合う合わないってある。この YouTube をつけました。まあ、例えば未来チャンネル、たまたま流れてきました。再生します。ねえ、つまんないな、くだらんな、みたいな風になる人もいるわけよ。でもそれは合わへんねんよな。私の発信するものと受け取る側の感覚が合わへんから、もちろんそれは発生すんねん。私だって YouTube 開いて、あ、ちょっと面白そうって見たら全然思んなかったりとかあるからさ。だから、それは合う合わないの問題で。ただな、見てて、バチッとハマる人とか、ハマるタイミングってあると思うねんか。私の動画を見てな。その過去に私の動画を見てハマらんかったけど、今、Now で見たら、めっちゃハマったみたいな人も中にはいるかもしれんやんか。自分が好きなことをやりたいっていうのはもちろんあんねんけど、それ以上にみんなと幸せに過ごしたい。なんか、幸せになりたいって言ったら、今幸せじゃないっていう言い方になるから、もちろんみんな、ここに同じ空間に同じ楽しい時間を過ごせてるっていうのはもうまさに幸せなわけよ。今ここにたどり着いてくれて、こういう何気ない時間を過ごせてるっていうのがまず幸せなわけやん。でもそれはもちろん幸せありきの今なんやけど、ほんで、まあ、こっからさらに一緒に幸せになろうぜっていうチャンネルです。っていうかチャンネルになってればいいなみたいな、てかなってたいな、そういう存在でありたいなっていう。もちろん自己満も大事やね。自分がやりたいことをやる。で、それはもうほんま大前提としてあって、やりたいことをやった上でみんなを幸せにしたい、みんなをさらに幸せな気持ちにしたいし、動画が見終わった頃に、あ、幸せ、楽しかったって気持ちいい感覚になれたらいいなっていうのは、なんか最近な、ちょっとさらに思ってたんよな。A ちゃんとかだってな、まあ、エンターテイナー、ミュージシャンとしてみんなに幸せを届けてるわけですよ。やっぱ A ちゃんのライブに行くと、あ、幸せってなるわけやんか。 A ちゃんの音楽を聴いてると心地いいなみたいな。もちろん A ちゃんって歌うの好きやからやってるのはもちろんやと思うけど、自己満だけでやってるわけがないやんか、まあ、自分のことだけを考えてやってる音楽なわけないやん。聞いてくれてる人に届くようにとか、自分の感情を込めて幸せを届けるためにとかさ、そういう感情が交わって作り上げられてるものやん。私もな、ほんまにな、好きなようにやってるけど、でもやっぱりどうしてもこれ見てくれてる人がプラスに変わるものがあればいいなとか、やっぱり心の中でちょっと思いながら上げてる部分はあるし、これ自分的にな、あ、こういう喋る動画ばっかりでどうなんやろなって思う時もあんねんけど、でもそれって別に自己中というか、自分が喋りたいだけ喋ってわーっていう、一見そういう風に見えんねんけど、わーって喋ってる中でもみんなに何か届けたいなと思って喋ってるから、そう、なんか、まあ、自己中に喋ってんねんけど、その自己中の中にもプチ幸せを混ぜ込んでますよっていう、まあそれに気づいてくれた人がさ、楽しかったとか面白かったとか癒されたとか、そんな風になる瞬間っていうのはやっぱりこう、こっちとしても気持ちいいし、それプラス私に対して幸せになる言葉を送ってくれてるわけやんか。私を喜ばせるというかさ、私が喜ぶような言葉をくれるってめちゃくちゃ幸せっていうか愛やんか。だからな、なんか私もみんなにもっともっと届けれる、響くものを、幸せを、お届けしたいなと。これは綺麗事とかじゃないね。なんか、ほんま綺麗事並べてんちゃうぞみたいな。なんかそんなドラマじみたセリフ言ってんちゃうぞみたいな。思ってると思うけど、マジやねんこれ。マジで思ってんねん。サブとか言われてもいいね私。思ったことは言いたいんで、マジで思ってんねんこれ。みんなに幸せを。届けたい。みんなで一緒に幸せにさらになっていこうぜっていう、幸せなのは、まあ、大前提としてな、こっからさらに一緒に未来チャンネルと共に幸せに毎日を過ごしていこうぜっていう、それはほんまに思ってる。マジで。ああ、さすがにお腹いっぱい。モンブラン最後。
これはちょっとゆっくり食べます。あ、幸せ。掃除をちょっと今日は頑張ったのでご褒美にスタバを買ってきたんやけど、全然まだまだ掃除残ってるから糖をたくさん入れたんでしっかりやっていきたいと思います。やっぱこういうのがあると、あ、よっしゃ頑張るって思うな。今不思議と思ったわ。なんかさっきまで疲れたな、ちょっともういいかなと思ってんけど、ちょっと今早く掃除したくなってもんな。何この性格、常になんか動ける人間でありたい。なんでこんな差があんねやろ。でもこういう人間がいるっていうので元気になってくれる人もいるかもしれんもんな。こいつこんなボサッとして掃除も苦手で、そういう人間を見て、ああ、私全然いけるって思ってほしいもん。逆に私を見て、ああ私全然もっとできる、こいつよりできるって思って幸せになってほしいもんな私をボーンとこうなんか踏んでボーンって自分をする、その幸せも別に良くない。なんかなんて言うやろ、まあ自分は結婚してません、彼氏もいませんっていう、まあちょっと旗から見たら孤独な人生を歩んでるわけやんか。例えば何かに落ち込んだ人とかがいたとして、特に同性とかやな、女の人で落ち込んだ人とかがいて、でほんで私の動画を見た時に、あ、こいつよりはマシやわみたいなそれぐらいに思って幸せになってくれても、全然ほんまに私は全然よくって、なんか、まあ、一見さ、そんな人のことを悪く言ってとか人と比べてっていう風に思うと思うんやけど、なんか上には上がいるみたいな、なんか自分には嫌なことがあって思ったけど、あ、でも未来チャンネルと比べたら彼氏もいるしとか、結婚もして子供もいるしとか、こんな一人で孤独に過ごしてないしとか思うと幸せを感じてもらえると思うねんか。だから人と比べるのはあかんって思うけど、それをくじに出さへんかったらいいだけやんか、正直な比べることじゃないんやけど、自分の中の整理する部分として、そっかそっか、でもそんなことで落ち込んでたらダメだみたいな、ちょっと腑に落ちるというか、なんかちょっとした自分の中で調整が効くというかさ、だからその周りと比べるっていうわけじゃなく、周りを見渡してみようっていう、その悩んだ時ってもうこうなっちゃうやん、もう自分一人で、あ、なんで私だけみたいな、もうこうなっちゃう人って多いと思うんやけど、そういう時こそ、何か落ち込んだ時に周りが見えなくなっちゃってこう悩んじゃったらこうなるんやけど、その時に視野を広げるとこんな場合じゃないとかさ、なんかなるわけやんか。ちょっと話が長いな。まあまあ、だから何やこの未来チャンネルってやつみたいな風に幸せになってもらうのも一つの手やと思う。なんか私は全然そんな風に使われても全然嫌な気しひん。例えばそれが私に直接な、お前めっちゃ孤独やなとか、33になって彼氏もおらんくて結婚してへんくて何してんのとか例えば言われるとするやん。それはそいつ気性いなって思うけど、じゃなくって私に対してそれを言うんじゃなくって、自分の中で、あ、この人もこういう人生を歩んでて、まあ言うたら私ってこう YouTube で発信してキラキラ笑いながらさ、もう言うたらネタにしてしまってる感じやんか。そんな風に思える人もいるっていうので元気になってくれればいいなっていう。私だから自分のことをなんてやる、情けないとか孤独とか別に思わへんねよ。情けない部分もあるし孤独な部分もあんであるけど、どうしようもないやつとか別に思ってなくって、どうしようもないやつやねんけど、でも私は自分のこと好きやし、自分で自分のことを守って幸せにしたいし、だから自分がどういう姿でいれば幸せな気持ちになったり気持ちよくいれるかなって思う時に、やっぱりこの私は YouTube のこの場所でこう話をすることが自分にとっての至福の時間なわけ。みんなありがとう。話が長いっていうことで、これからも未来チャンネルとともにさらに日々を明るく幸せに過ごしていきましょう。みんなを幸せにしたいし、みんなで幸せになりたい、いや、さらに幸せになりたいです。楽しい時間はな、こうちょっとでも長く過ごしたい、こうどんよりする時間よりも、どんよりする時間ももちろん必要なんやけど、それがあっての楽しい時間やしな、いねんけど、そのどうしてもこう落ち込んだりとかする時間をできるだけな、こうプラスに気持ちよく過ごせる時間にフォローできるチャンネルで
あれればなと思います。例えばさ、私女やから女の感情しかまあ分からへんわけや。まあ男女で関係ないんやけど、でも男と女の悩みだったり感覚ってまた違うと思うねんな。同性であったとしても私みたいにはっきり言える人もいれば全然物事をはっきり言えない人もいるから、だから私は自分のことしか正直分からへんねんけど、だから特に男の人ってなるとまた感覚が違うやん。だから私が話すことって、あ、こんな意見があるんやとか、ちょっと女のっていうかミクの意見、こういう女の人もいるんだよっていう意見でまあ聞いてもらえたら楽しいのかなって。まあ男じゃなく女の、女でありミクの意見として、まあこんな一つの意見があるよっていうので、あ、なるほどなっていう感覚で楽しんでもらえたら。まあ今私の YouTube は男性視聴者さんが多いんで、まあどんな風に楽しんでいただけてるのかっていうのは分からへんけど、まあ基本的には A ちゃんのファンの人が多いと思うんやけど、そうじゃない人もいるからさ、私のトークを楽しんで聞いてくれてる人も少なからずまあいるわけやからさ、どういう感覚なんかは私自身は分からへんけどな、その男サイドからはな。やけど、あ、なんかこう気持ちよくというか、あ、こんな意見もあるんだなっていう風に参考にじゃないけど、なんか一つの意見としてまあ楽しんでもらえたらなって。なんかな、例えば私な、その相談とか別に答えれるわけじゃないんやけど、せっかくやから女の意見として、なんか男の人の質問だったり相談とか答えるの楽しいやろうなーってちょっと思ったりする。もちろん同性からの相談とかもいいんやけど、なんかそういうのもできたらいいよな。そんな大した人間じゃないから、まあ、無理か。そんな相談に答えるほどそんな生きてもないしな。たかが33年で何言ってんねんっていう。はい、失礼しました。ということで終わります。この動画が良かったなと思っていただけたら、グッドボタン、そしてコメントもぜひ残して帰ってください。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。みんなでさらに幸せな時間を過ごしていきましょう。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。